横浜市立日田小学校は、神奈川県横浜市港北区新吉田町に位置する市立小学校。高地面積17,172平方メートル。建物面積約6,388平方メートル。周辺に緑の多い小高い丘に位置し、落ち着いた環境にある。互いを思いやり、認め合い、自分の生き方を作り出すことができるようにします。 1873年に創立された新しい学者と吉田学者が合併して神奈川県鈴木郡に行った村立神城神殿小学校として1893年4月に開校。創立当初の児童数は3学級215名、職員数は3名。開校された場所は高田、吉田、新羽の3つの村が合併して代表的な農村地帯になった。 日田村だった。1929年に建設された木造校舎は関東大震災の経験を生かし、堅牢、耐震、台風、利便性が高く明るく衛生的であることを目標に立てられた。幅の広い廊下、階段の代わりに、スロープ、高線透過率の低い着色ガラスを窓に使用した理科室と準備室、工作室、作法室、 畳張りの裁縫室、応接室、職員室から分離した校長室など、当時としては斬新なアイデアを盛り込んだ近代的な校舎だったという。建築資金の5万円は内務省と大倉省の許可を得て、村紫を発行して賄った。1950年、文教場だった横浜市立高田小学校が、児童数増加により、本校より分離独立。 その後昭和46年に横浜市立新吉田小学校が昭和52年には横浜市立新和小学校もそれに続いた。高度経済成長期の1965年頃から京浜地区のベッドタウンとして学区内の住宅地造成分場が増加し人口が激増。それに比例して児童の転入も増え1年間に200名増加した年が3年続いた。 教室を確保するためにもともと広くなかった運動場にプレハブの仮設校舎が次々と立ち並び体育館もなかったため体育の授業や運動会は近隣の会社の広場を借りて行ったという1980年50年ほど使用されてきた木造校舎の老朽化のため裏山の高台に校舎を新築し移転運動場が広くなり 体育館も新設された。初代校長の塩田武蔵が学校の創立記念で植えたものと伝えられているシンボルツリーのクスノキは新しいグラウンドに移植された。1953年3月1日創立60周年記念として郷土色豊かで新しい時代にふさわしく小学校向けで子供たちに親しみやすく夢を持ったものの用紙で公募された。 多くの応募があったが、競技の末に作詞は、元校長の野次藤作、作曲は、横浜市教育委員会、主導主事の松井健介に依頼することになった。1、朝雲染めて昇る日に、青田の風の住むところ幼き文の窓開けて学ぶ、民主の歌は清らにゃ、あ、光り呼ぶ、神殿小学校に、我が湯昇る鶴見川希望の虹の立つほとり花作。 文の庭の上かざす文化の旗は宝にや、朝地を呼ぶ、神殿小学校3、大地に香る、ふるさとの小金のほなみうつかなたのびゆく文の道われて、仰ぐ、平和の空はうららにアースを呼ぶ、神殿小学校ほとんどの生徒が、近隣の横浜市立新田中学校、横浜市立新和中学校へと進学する。ありがとうございます。